道元、県治道元、県治から1957年12月7日は、明治から昭和時代前期の政治家。貴族院多額の税者議員、衆議院議員、岩崎宗介の次男として、相国山口藩領津野郡後の六屋村に生まれる。1893年12月、津野郡と田村の道源、と、岩太郎の養子師となる。 1900年山口県官業諮問会員を経て、富田村会議員、同村長、山口県会議員を歴任した。ほか県信用組合連合会長、軍の会長、同産牛畜産会長、同水産会長、戸田町教育会長、健康売販売組合連合会長、産業組合中央金庫評議員、恩師財団再生会評議員、第110銀行監査役、 山口県社会事業協会理事などを務めた。1904年山口県多額の税者として、貴族院議員に御選され、同年9月29日から1911年9月28日まで在任。1930年2月の第17回衆議院議員総選挙では、山口県第2区から立憲民政党所属で出馬し当選。衆議院議員を一気務めた。 1956年戸田町名誉町民となった。ありがとうございます。